スタートがノーセプション。さあ B メインに対して高めに守るのがテンテン、そしてマウフィン。さあテンテン早めに詰めていきました。リア選手スパイクを持っていたスカイフラ倒されてしまいましたが、リアうまく隠れてる位置。もうそしてパラノイアによるうまくカバーが入ったことでリアトリプルキル成功しましたね。ディフェンス側を一掃しましたね。これで一気に B メイン、そして B ロビーまでエリアを抑えることに成功。残っているノーセプションの面々は2人ですが、リア一旦引きます。さあそしてフラックスうまくリアをベイトにして、さあ4ラウンド目。いや今回はアレンに対してカバー寄せています。ワインに入っていったテンテン大ダメージ。しかしリアが逆に引けなかった。フラグメントでうまくリポジションすることができなかったですね。マウフィン結果ダブルキルですね。イジェクト、ワイン潰そうとした中での大きな痛で、そしてブラックウィズショートで待ち構えていましたジャッジ。 B 側でデリアリー選手が情報、ブライアン選手の情報を取ったので警戒してますね。いやこれで 2v5 と取れてるエリアが今 B メイン、そしてハイミットの目抜き。おおブライアン抜きました。ムージーに対してヘッドショット。テンテン選手が CT 側でピンを出しているので警戒してますね。ミッド抜け成功できるか。いやブライアンうまくメインのヘイトを逆手に取ってアッパー仕掛けに行ったが刺した。スカイフル挟み込みました。さあこれでプラントは通る。いやしかしテンテン忍び寄っている。さあスカイフルなんとかトレードにつなげて 1v2。 リテイクルートはディフェンダースポーン側です。2人がかりで前に行きますがスカイフルあり得る場所が多い。本当本当投げましたが、いやフラッシュのタイミングかみ合ったか。いや今のグラビティウェルも、まあ、少しの事故があるグラビティウェルなんですね。ああいうのは両チームのアルティメット状況もたまってますので、さてて、これはブライアンに対して読み勝っていたか。オールドローンを発射して B メイン高い位置で情報を取ります。スカイフルもオペレーターの銃声を聞いて一旦やめましたね。 B メイン進行、 A メインが取り返しそうですか。そして A メイン仕掛けたのはフラックス、 A でキャリアマウフィン、そしてムージー2人して手前で勝負しましたがスカイフルミッドを刺した。これでリジェクトは A メインとミッドです。ハイパースピットを上げているリアにスパイクを委ねてアレンジェネレーター中クリアにします。クリアにします。恐怖を見せてやる。スカイフルも間に合ったナイトフォール、ヘブンの情報は取れたでしょう。しかしムージーナイトフォールを避難しながらもリアのエントリーを抑えた。 A メインのスパイクが拾いづらい位置にありますね。これで残り時間35秒です。スカイフルもメインに合流。拾いましたね。もうプラントタイミングでリテイクを仕掛けようと、そんな持ち位置で待っていますが、いやプラントは安易にはいかない。リジェクトショートを潰す。残り1。いやしかしムージーがショート2はしっかり搭載切りました。本当、いや刺さったね。これはフラウラ気づけない。漏らしている漏らしている二人持ってかれた。中央でキャリアダウン。点点。そうですね、ちょうどあそこの位置だとホウントが刺さらないんですよね。ああなるほど、麓だからですか。そうですね。あ逆手に取られましたね。そして A メイン進行を試みていたリジェクトの部隊も壊滅。リズとそしてテンテンの2人、もっとデリアリ抜き返された。ノーセプションの配置としてはムージー選手が6ダウンが溜まっていますので、 A 側をリテイクにしようという算段ですね。なるほど、ロックダウンを使ってのリテイクを試みようとしている。それでこのムージーの位置なんですね。ディフェンダースポーン側からもスポーン抜けを警戒しているようなそんなポジショニングです。これで A 側スモークを使っているアレン選手がバレてしまったので、まあ、ほとんど A 側だろうということが分かりますね。ブラックウィズ真右いますが中心先見え。いやブラックウィズ体で女王を取りに行ったんですが、ブライアンとのにらめっこには敗れてしまいます。さあテンテンマウヒも落ちて残ったのはノーセプション、ムージーのみ。1枚はもぎ取りましたがリジェクト。このラウンドはさあ入りましたね。スイッチに入ることに成功したテンテン、そのままシャッターも閉めたか。さあリア元ローアーからのジャンプジャッジに対してデリアリ打ち勝ちました。さあブライアンマーケットから射線を敷く。
うまく抑えきった。3人持っていった。しかしムージーマーケット裏から刺した。さあこれで残ったのはアレンのみです。 1V2 アレンクラッチを求められるが、マーシャルは被弾せず体力は申し分ありません。しかしデリアリが持っている武器はジャッジです。ジャッジです。ジャッジなんです。ジャッジなんだよね。いけるか。さあサイトの中に対してのエントリーを始まります。さあリテイク組は3人かけている。ノーセプションは今のところまだ後ろを向いていません。さあまずはサイトの中を取り切ろうという判断。サイトの中耐えれるか。アンダー耐えている。あれ耐える、あれ耐える。よー、そしてフラックス間に合った。いや素晴らしい裏取り。しかしプラントは通ります。さあこのプラントが通った後リテイクですね。さあブラックミス刺した。ミット落としはしましたがリア大ダメージを負っている。 B 面のデリアリー選手の位置が重要ですね。さあマーケットの進行に合わせてリコンを先置き、メインに対してはシーズを使いデリアリーを潰したい。さあブライアンは中に対してクリアリングを仕掛けます。さあ点々間に合った。しかしスカイフルリアとうまくバックイグラ潰しきりましたが、ムージーワンミツ、おタレットが持っていた。間に合うか。解除は間に合いそうか。どうだ。ギリギリ間に合いますね。間に合いました。ただスパイクはまだハイミットに置いて浮いたまま。ディレクターサイトの中3人守りを行うことができそうですが、そこでコズミックディバイド。サイトの中は現在アレン一人で耐えています。釣りの進行を抑える形でリアが待ち構えていましたが、頭当たってる。ここでマウフィンアレンを抜いている。さあサイトの中に間に合ったブライアンですが、スイッチからデリエリーがすでに射線を敷いていた。そしてデリエリー壁越しに抜かれますが、ナイトフォールは避難しているでしょう。さあプラント許さなかった。スカイフル無事死にました。タレットに左は任せている。さあタレットを壊した。 1V1 フラウラを流すが、スカイフルに対して落ち着いた対応。 A ショート、ジャッジの音がした。フラウラーによってテンテンの進行は分かったが、ここでロックダウンです。さあロックダウンに対してどうする。ゼロポイントも使われた。さあホールドローンも使って前に詰めます。前に詰めます。じゃあしかない。いやしかしブライアン B メインから流れは間に合った。後ろからブラックイズに対してヒルを拾うことは成功ですが、主導体は止まっていない。さあプラントポジションまでたどり着いたデリアリー、そしてマウフィン、ツリーのアレンを倒します。スカイフルも顔を出したいが、ゲートが無情にも閉まります。 4V2 リシェクト、スカイフルとフラックス2人でリテイクをしなければいけませんが、てんてんジャンピークジャッジ、ここのジャッジ本当に嫌ですね。これ深くは顔を出せない。さあ2人いることは分かった。2人の位置が確定した。ショートから行かざるを得ませんが、待ち構えているのはジェネレーター組、そしてメインのマウフィンも合流。ブラン選手気づけるか。マウフィンがハサミに来た。これは気づけていない。ミッド4人で前線を押し上げられてしまっていたので、武器回収もできた。ここはリシェクトトレードにつなげられません。3ラウンド目、この間に A メインに対して広がっていくリジェクト。ノーセプションは今ホールとミッドで情報を取って、ほとんど A 側に確定だろうということが分かりましたね。さあサイト中に対してはこれはまずはノーセプション側の方のリコンですね。ただ今定点に入っていたスカイフル、リコン入るでしょう。おそらくバックサイトに入るリコンでしょうか。あと30秒。しかしここでオートリア入った。さあうまくメタル、そしてホールを取り切ったが、マウフィンウッド前耐えた。スパイクドロップ、キャリアダウン、フォクシックスクリーン越しのピークはフラグで回避、フラグで回避、ダブルキル。エース対ゼロ。さあ点々、ただやはり前の姿勢は変わらない。いやコランドでも行きますか。行きましたね。肘は見えたが、スカイフルも体力ロー。あーっとスカイフル持ってかれた。フラッシュを被弾していたテンテン、しかしエルボーの進行はまだできていない。2発目のフラッシュも被弾。いやまだ勝負する。しかしまだ引かない、まだ引かない。さあフラックス、それは許さんぞと。でも後ろにはマフィン、なんとかキルをもぎ取り
バンダルは獲得しました。ただマフィー選手スパイクの位置気づきそうですね。気づきましたね。スパイクは持てていない。ディアフラックス 2v2。 さあスパイクに対して視線を向けた瞬間、マフィーはすでに視線を向けている。アップドラストで位置気づきましたね。またしてもフラグメント。さあリア落ち着いて対処。ワンワンフラグメントもやり過ごしたが、エリアリのピック呼んでいた。待ち構えていたリア。そうそう見ません、そうそう見ません。いや2人目見えた。さあ点点姉妹はもう言い取ったが、いやしかしリアうまく点点に対してはトレード。ミッドラクションかけてる際にブライアン選手がホール上がってるんですよね。この動きですね。トラップワイヤーが目の前にあります。これでローテートしてきたノーセプションの、まあ、1人をこうワンピック持っていくみたいな状況を作り出せますね。これであえてワイヤーは切ってませんね。ウッドから前に進行していくとリア、おっと勢いよく踏み込んだ。さあマウフィも倒して、フラッグウィズ挟まれています。サイキレズ瓦礫裏、メインの進行は足止め、時間を稼ぎましたが残り16秒。そしてここでブライアンも動き始める。サリアがエリアリに対して鋭いキルを決め、もうの乗り方ですもんねおっとここはデリアリ反発フューリーによってミッドダメージを取ったか。そしてムージーも B メインから射線を敷いていたんでしょうか。これ B 中からですかね。トンネル前のリアを倒したようです。ああスパイカメラでバレてましたね。刑事起動。さあブライアントンネルに対してプレッシャーをかけ続けますが、 B 中でのバイパーズピットを展開したアレン。あと30秒。そしてブライアンスポーン側にはすでに踏み込んでいた。さあニューラルセフトも入ります。これで位置は確定したでしょう。しかし返すムージー。さあブリンク上がる。もう一回映る。もう一度映った瞬間でのキルは生まれませんでしたが、中で耐える判断のリジェクト。スカイフルはムージーと勝負を仕掛けるもの倒れています。ですがフラックスバックサイト倒しきる。あれなんとか 1v1 までは持ち込んだが、てん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 噛み合う。これ上チェックしてたんですかアレンは。さあこれで最終ラウンド、ハーフタイム前最終ラウンドです。5対6、ラウンド12。おっとブライアンまたしてもワンピック。どこにいるか分かってるぜ。あーとこれはメタルドア進行です。そしてニューラルセフト。さあノーセプション位置がバレます。テンテンさすがに引くか。 A 面プッシュということが分かったので B 側への側展開をしますね。さあ B サイトは手前に対してトクシックスクリーンを展開して守っていますが、ここはスポン抜けを許さない。ノーセプション、そしてニューラルセフトを返す。いやブラックウィズ選手耐えますね。これは位置確定したぞ。ブラックウィズ刺した。スパイク持ちた。そしてムージーも間に合っている。残ったのはブライアンのみ。さあミッドに対してうまくキルを拾っていきますが、点々前詰め。いやそんな配置でしたからね。そうですね。そこでリア A メイン進行の点々を抑え込む。アンチエコなんですが人数優位一瞬にして今リジェクトが握っている。エコラウンド側のリジェクトが人数優位です。さあここはうまく打ち勝った。デリアリしかし体力は大幅に削られています。まあ、結構あの後ろ向いてるところを倒すのなかなか難しいですよねそうですね。意外とちょっと予想外の動きになりますからね打ってる側からすると。さあ今回も無事ディフェンダースボーンに前詰めますが、スカイフル今回読み勝った毒の壁よ。さあ 2v3 エリア的にはリジェクトの方が有利ではありますが、そうですね。後ろのリアがいますのでオールドローン後ろから刺した。さあリアウィンドウ前でブラックウィズと打ち合うことに成功。ここでスネークバイトの遅延ですね。解除阻止ですが、いや間に合いますね。着弾前に解除しきった。じって、はい、からのサイト仲間守りですね。あノーセプションこれも早そうですね。早いですよノーセプション。さあテンテンメタルのスイッチを開けた。3人がかりで押し込む。押し込むがウッドにもいる。スカイフル全て抑えるリジェクト。
メインの枚数を薄くして一歩前まで仕掛けに行く。 A メイン進行していきますが、ショップ、いやこれはブラックイズ貴重なキルをもぎ取ったが、サイトの中に対して踏み込む準備は整った。いやしかしフラックス耐えるぞ、耐える。ウッドの間をみんななんとかトレードにつなげますが、スカイフル一歩引いた位置からしっかりとウッドの進行を抑えていた。 2v3 バイパーズピットを展開してノーセプション、デリアリー、そしてブラックウィズ、2人がかりで相手の進行を食い止められるか。おっと抜かれた、スカイフル、これ隙間見えたのか、ブラックウィズが抜きですね、抜かれました。そしてアレン、そのままデリアリーを倒し、ブライアンはスパイク解除当然成功します。ドライで入りますか、前に来ましたね。さあこれホントの、ホントの投げた隙を突いたホールドライン、しかし返しているノーセプション、とテンテンがなんとかショートキープし続ける。しかしスカイフルも報告を受けて即座に対応、取り切った、 A サイト取り切った。先ほどまでパラノイアを被弾していた2人がすでにディフェンダースポーンには間に合っていますが、入り込んだ、しかしこの入り口は抑えているリジェクト、シャットアウトで、ここでフロームザシャドウズヘブンに飛びました。さあヘブンからムージーを死人、フラックスのエントリーは食い止めたムージー。いやこれムージー選手 A ショット取りますか、一旦これは A 進行厳しいと判断したか、しかしテンテンしっかり B サイトのラークは許しません。さあブライアンワンピックです、ワンピックを拾いに行った、このアングル対処できません。そしてリジェクトは残ったのが2人、 2v5 スカイフル、おお抜いた抜いた、エリコ抜いた、さあ2人抜いた、あれ前に来ます、ナノスワームでうまく相手の射線を限らせたが、プラントは許されない。テンテンうまくブーンボットで時間を稼いだ。そしてアレンがミッドラークですね、ピンを倒した、あ B サイト、そうですね、ミッドラークを刺しています。無事大ダメージは負ったが、アレンの進行は食い止める。リジェクトは CAC という順番で揺さぶってますね。そこで C ですね、いやしかしデリアリー耐え続けていた、アフターショックは避けれない。さあここアフターショックで潰されます。ですがムージーもうまくスポーン側から射線を敷くのに間に合っている。さあロックダウンが入った、よしよしグレーガレージ取り切ってる、取り切ってる、さあハンターシフリー、一旦フラックスもポジションを変える。さあショーストップを展開したテンテン、メインへの引き入れしませんでした。おお、そしてジャンプピークで、これ実際のところは A 側はフェイクです。さあ気づいたか、さあうまくガレージを取ってきた。さあ C サイトに対してローテートを仕掛けるが、ロックダウンをあらかじめ設置。さあこの状況ではムージーも前に行けない。ブラックウィズギリギリロックダウンの範囲外から、ディフェンダースポーンからローリングサンダー、そして飛ばされたリアを有無も言わさずに切る。状況的にはノーセプションの方が不利かなとも思ったんですけれども、はい、まあ、まだスコアの優位は取っていますが、てんてん、これは目越しでしょうか、もう一回出る、そしてもう一度出てきたか、ブライアン引けません。さあ後ろのカバーラインも読み切っている、パラノイを入れてマーフィンの位置、ハエモクの中でやり過ごす形を取りますが、ここまでの圧力をかけてリジェクトは引いていった。マーフィン選手からすると、あ、そうですね、これ気づきましたね。いやただリアもう一度圧力をかけにいっている、落書き側のクリアリング、ブラックウィズを抜いた、そして仕事をこなして引いていきました。さあうまくホントを使ってマーフィンが情報を取れた、ショート側にいた、いやこれフラックス選手の位置重要ですね。ブライアンでしょうか、しかしフラックスミッドラーク刺しています。ディフェンダースポーン側からの射線、これは警戒できないですよ。さあこの動きに対してウロム・ザ・シャドウで釣った、残り1名、さあこれはうまい。
デリアリー C 中で耐える形を取っていましたが、結果 A サイトは壊滅。 1V3 です。ヘブンから射線を敷きに行くデリアリーですが、状況的にはかなり厳しいですね。パラノイアがありますが、そこはうまく1キルは成功。アンダー仕掛けた、パラノイア避難中ですがトレードです。ここでプラントです。さあプラントを受けてなんですが、ロックダウンがギリギリ壊ってます。双方展開、そして一方的にハンターズフューリーによって壊されてしまった。いや素晴らしい。さあ逆にこれは、よっ、アタッカー側のキルジョイもロックダウン壊されています。これテンテンがショーストッパーギリギリ切った。さあムージーアンダーにはたどり着いたぞ。2人射線があります。ここでムージー、いやーお互い本当に譲らないラウンドでしたね。ギリギリの駆け引きでしたね。アクションを仕掛けているのがムージー。リア選手アランポット隠して抜けましたね。さあここで入ってきたか、ボールトラインと合わせる形。さあテンテン前に入ります。バックサイトスカイフルがテンテンの進行は食い止めたが、 A サイトから大きくローテとリジェクト。そうですね、リア選手が先ほどシロングで倒されてしまったので、これももう C 入れさせる判断になりそうですね。リジェクトはさあ裏詰めを落としたことによって C サイトに対して走り込んでいっています。ムージー C サイトへのエントリーは成功。そのまま設置位置にはたどり着きました。ガレージから取り返そうとしているのがアレンでしょうか。まずはウィンドウの木が腫れたことを受けてタレット設置。ノーセプションも C メインでオープン設置、これを生かします。しかしかなり耐えなければいけない時間はかなり長いぞ。さあナノスワームを生かしてブライアンリーク位置を限定した。 C メインマーフィンなんとか2枚持っていったが、デリアリー、いや間に合ったか。一旦ローテートなんですが、ブライアンが今前ブリンクで情報取ったか。もうムージー選手上がってますね。 C さムージーのラークを生かす形で C に対して一気に駆け寄ってきたノーセプション。アレンも落とされてしまいますが、リアもうすでにスポーンにはたどり着いている。ガレージのデリアリー選手がキーマンですね。ガレージゆっくりと今デリアリー動き始めています。そしてテンテンも行きますか。これこれはディフェンダースポーン落としに行った。ショーストッパー。さあガレージのデリアリー倒せる形、結果リジェクトはアビリティ合わせる隙間も与えてもらえませんでした。リコンが残っている状態で他のプレイヤー壊滅。ブライアン隠れました。今回のラウンドはブーンボットをスカイフに倒してもらってのハイドだったんですが、テンテン気づいていたのか。素晴らしいエイムでした。さあこれで A の前線は崩壊。そのまま A サイトオープン設置です。これはリジェクトとする、はい、リジェクト側からするとセーブの判断ですね。そうですね、3人ディフェンダースポーンが引いていってますね。リテイクを仕掛けてもムージー選手のロックダウンもありますから難しいですね。Cサイトの中で一旦キープです。これで11対9ですか。リジェクトも A ロング A ショートをしっかりと取り返そうとする意識は、まあそのまあ、本当にこのラウンドだったりとかでも見られるんですけれども、はい、まあ、最終的にコントロールをして、まあ、成功しているのがノーセプションというところになりますね。さあもうこれは C サイトに対して強気の踏み込み。テンテン目抜きでリア選手を抜きました。リア抜かれた。そしてそのままプラント、さあロックダウンが当然展開されます。これは壊せないですね。このロックダウンは壊しに行けるか。いやあれ前に行ったが、これは捕まってしまいましたね。捕まりましたね。ただ一人という形。そしてブライアン後ろから刺しに行く。しかしスポーン側も警戒していたムージ、ブライアンをしっかりとホームに去ります。さあ勝利まで残り3人。対峙を行っているアレンも耐えきれず、これで13対9決着です。ヘイブンでの試合はノーセ